7月に開幕するパリオリンピック水球競技の日本代表に選ばれた県ゆかりの選手が5月17日県庁を訪れ、古田知事に出場を報告しました。県庁を訪れたのは各務原市出身の足立誠也選手と県内で水球の指導経験がある棚村克幸選手です。両選手はともに今回のパリオリンピックで3大会連続出場となります。古田知事はたった13人の日本代表に岐阜県ゆかりの選手が2人もいるのはすごいこと、ベスト8と言わずメダルを目指してください、大いに期待していますと激励しました。チームの目標ではベスト8以上メダル獲得がを目標に頑張っていきたいと思います。で個人では毎試合得点で2得点以上できるように、それでチームに貢献、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。岐阜国体の時に僕が指導した子たちが今指導者となって大垣の子たちを教えてますので、いい結果を報告できればなと思います。